酢酸アエンは化学式 ZN の塩である。通常、二水和物 ZN に HO として存在する。水和え物も無水物も無色の個体で化学合成や食品添加物に用いられる。酢酸と炭酸アエンまたは金属アエンの反応により生成される。食品添加物として用いる時の E 番号は E650 である。無水酢酸アでは 4つの酢酸イオンの酸素原子が亜鉛イオンに配位した4面体構造を取る。各酢酸イオンは別の亜鉛イオンにも配位している。これと対照的に二酢やえものは酢酸元が二酢配位した8面体構造を取る。他の大部分の二酢酸金属塩酢やえものも同様である。酢酸亜鉛を真空中で熱すると無水酢酸が失われ、 塩基性酢酸亜塩 ZN4O6 を残す。このクラスタ化合物は以下のような四面体構造を持つ。これは対応するベリリウムの化合物とよく似ているが、ZNO の距離は酢酸,酸ベリリウム BE4O6 の1.63に対して1.97と若干広がっている。酢酸亜塩は風邪を治療するためのトローチとしても用いられる。3つの研究の平均で、 酢酸亜鉛の服用によって、風の罹患期間が42%短くなった。酢酸と亜鉛ン,ンの結合が弱いため全ての亜鉛が有利することから、トローチ剤としては非常に有効である。酢酸亜鉛より効果的と考えられる亜鉛製剤も発見されている。これらのトローチは、クエン酸等のキレート剤の存在下で紅葉が減少する可能性がある。 酢酸アインは、アエン欠乏症の治療にも用いられる。蛍光補給剤として、ウィルソン病の治療のために、銅の吸収を阻害するためにも用いられる。さらにエリスロマイシン等の抗生物質とともに、軟膏、ローションの形で修練剤として、ニキビの治療に用いられる。かゆみ止め軟膏にも用いられている。チューインガムでは、息の清涼剤や、思考阻害剤として添加される。 工業的な応用には、木材保存、他のアエンジオ、重合体の製造、酢酸エチレンの製造、染料の色止め材、分析試薬等に用いられる。原子力発電所では、冷却水配管の被覆阻害材に用いられる。ありがとうございます。